ホームスタジアムホームスタジアム K.A.S. クラコビアは、ポーランド南部の都市クラクフを本拠地とする総合スポーツクラブである。ここでは、その一部であるサッカークラブを主に取り扱う。1906年、クラクフで創設された。同年には、激しいライバル関係にあるビスはクラクフも創設されている。当時のクラクフは、オーストリア・ハンガリー帝国領であり、1910年に、 オーストリアサッカー連盟へ加盟した。第一次世界大戦を経て、ポーランドが独立を果たすと、ポーランドのリーグ戦が開始され、K.S. クラコビアは、リーグ創設間もない1921年に、初優勝を果たした。その後、1930年代にも3度の優勝を果たして強豪クラブとしての地位を固めていった。戦後間もない1948年にも優勝を果たしたが、 クラブはこれ以降低迷期に入っていく。東欧革命前後の時期にはサンブリーグに在籍しており、1991年に二部昇格を果たすものの、再びサンブリーグに降格した。しかし、2002年に強力なスポンサーを獲得したことが、クラブの大きな転機となった。クラブの財政事情は急速に改善され、そのシーズンで二部昇格を果たすと、2003から04。 シーズンで3位の成績を収め、入れ替え戦での勝利によって一部昇格を果たした。クラブはさらに上昇を続け、2006から07、シーズンでは、赤年のライバルであるビスはクラックフをしのぐ4位となった。なし、ありがとうございます。